こんにちは、ソーソーのひろあみです。今回は成果の装い商品を使ってコーディネートを6つご紹介いたします。1着目は下もめ長方形を着用しております。インナーには高島縮み抜き襟地盤、下は高島縮みのひだもんぺを着用しております。羽織は朝葉月を着用しています。高島縮み抜け襟地盤はいつも M サイズを着用しております。2着目は下もめ四角いを着用しております。パンツは高島縮み広がりもんぺ萩丈を合わせました。インナーには1着目と同様高島縮み抜け襟地盤も着用しております。長方形と四角いは着丈が違うだけなのでサイズ感は変わりません。3着目は高島縮み四角いを合わせました。先ほどの下もめ四角いとはサイズ感が異なりますが、どちらの四角いもサイズ感がゆったりとしていてとても着やすいです。4着目はなぎなた四角いを着用しております。インナーには高島縮みの抜け襟地盤、パンツは高島縮み高見貫下を着用しております。5着目は褒美もんぺを着用いたしました。朝装い上を合わせました。6着目は高島縮み秋葉抜き襟料理を着用しております。下にはくるめがすりひだもんぺを着用しております。抜き襟料理はSML の3サイズ展開です。長方形に比べてすっきりとしたシルエットです。いかがでしたでしょうか。気になる商品がございましたらぜひチェックしてみてくださいませ。ソーソーのひろあきでした。